まずはこちらのイラストを見てくださいこちらは2つの地方都市を1本の幹線道路が結んでいますこの2つの地方都市そこまで人口規模は多くありませんすなわちこの2つの都市を結ぶ道路は平日の朝夕のラッシュ時においてもそこまで深刻な渋滞は発生していませんなおこの場所は太平洋に面していますさて今 この道路と並行する内陸部に新しい道路の計画があるとします果たして皆さんこの道路本当に必要でしょうかここで私たち日本が抱えているさまざまな問題について一緒に考えていきましょう皆さんも授業で習っていると思いますが我が国の財政状況は非常に厳しいさらに人口減少超高齢社会にすでに突入している 特に地方都市においては今後こういった道路整備をしても費用対効果が得られないということもそういった意見もあるかもしれません一方で沿岸部の道路今ある道路ですね日本ではさまざまな都市でこういったところがあります例えば高知県ではこういった地方部を結ぶ1本の道路が多く見られます今30年以内に 南海トラフ地震の発生が懸念されていますもしこの今ある道路が津波によって寸断されたら一体どうなるでしょうか仮にこの東側の都市が大きなダメージを受けた一方西側の都市は軽傷だった西側の都市から東側の都市に助けに行こうにも道路が寸断されて助けに行けないもしこここでですねこういった 内陸部の道路があってその道路が東側と西側の都市を行き来することができれば発災後すぐに応急の処置そして物資の配送ができる可能性がありますもちろんヘリコプターやフェリーそういった代替の交通もありますがやはり発災後の大量輸送は道路が必要です私たち防災工学の研究者はこのような 災害時の課題も含めて災害に強いまちづくりに貢献した研究をやっております。